はい、おはようございます。岡田店長です。おはようございます。しばちゃんです。はい、ということで今日はファンキーの設定当てです。イエーイ。1時間だけください。1時間打てばわかります。もうさすがに。ガキじゃないんだから、もうボーボーなんで私も。飛ばしますね。ということで今日はしばちゃんに設定を入れていただいて、1から6、何でもいいです。入れちゃってください。はい。はい。普段と逆です。入れちゃってください。はい、今日は入れちゃいます。今日は入れちゃってください。それを打って当てますんで。じゃあ、しばちゃん、入れてきなさい。はい、入れてきます。はい。見ないでくださいね。あ、いいよ。見ないよ。どうしよっかな。設定キーオン。設定キーオン。入れた。入れました。上手に入られた。上手に入れました。初めてだったけど。うまくいきました。うまくいった。設定わからんけど、これだけ用意しました。まあ、これだけは大丈夫でしょう。はいですよね。だ、空気読めると思う、しばちゃんも。大も。はい、1時間ください。今8時半です。9時半まで。はい。はい。いきます。1時間で当てます。はい。はい。よーい。よーい。スタート。はい。よし。がっくりしたか、今。まあ長年ファンキー打ってますから、はい、わかるんですけど、やっぱりね、高設定ほど、いやそうでもないな、いやわかんねえ、わかんねえな、その設定6がさバカみたいにハマった時もあったじゃん。そうですよね。でもその逆にバカみたいに連チャンする時もあんのよ。早い段階で、はい、だから本当にこの最初のクレジット満タンで最終的にゲーム、うわすげえ、え、お、めっちゃ待ってる。やっぱぶどうなんだよな。ぶどうのオチだよな。あれこれひょっとして、はい、どうですか、え、どうですか、ここで言うなら6ですね。おお。でも私が6入れると思いますか？え？ギク私が6なんで。そんな甘やかさない。はい。くちゃけろ、くちゃけろ、くちゃけろ。チリボーイ。チリボーイ。ナイスタイミングでチリボーイ。ナイスタイミングでしたね。そっちか、あっちかですね。ね、あ、目に入った。目は大丈夫？目に入るんですか？目はあります、あります。あら。目あります。店長。ええ。口だけじゃなく。目あります。命中率悪いんだ。おいこれ使われちゃうな。使うよな。ね、使うよな。命中率って話使いますね。147、はい、いいですね。ゾーンです。はい、一発目バケです。いきます。はい。ブドウブドウ。まあ1回目のボーナスはまあ何度も言ってますが、あんまり気にしないです。はい。2回目も気にしません。2回目が起きるでしょう。はい、おそらく。早くペカが来ます。はい。問題は3回目のペカ。これがいつ来るのか。これが来なければ、ほんと低設定だし。おぉ。今まで設定1を1時間打ってきました。はい。ビッグ1回、バケ1回。だいたいそれが相場。はい。はい。最近打ってましたよね。そうなんです。設定1。今開始して13分ぐらいで1回ですね。ワンペカ。まだ悩む頃、時間じゃない。まだ大丈夫。お、一応いろんな選択肢が今まだある。はい。状況。わお、早いでしょ？早いです。でも2回目はまだね、これ設定の推測のあれにはなりません。はい。ビッグです。お、ビッグだ。17ゲーム。17ゲームで。いきます。はい。ぶどう。ぶどう。3回目です。はい、ここが。問題は。
ここのボーナスが早いのか、はい、またまた遅いのか、これを見てます、はい、ここが重要になってくるわけですね、はい、これが100ゲーム以内でペカリオであればおそらくこせて、これが抜けるようであれば、100ゲーム抜けるようであれば123。おー、あら100超えた。あら、おっと、これやってきたな、やりやがったな。これ123見えてきたよ。123見えてきました。123見えてきた。玉使う気がいい。はい、あのボーリングとかも好きです。ああ、いいね、ボーリングいいね。はい、ボーリングいいね。え、店長ボーリング好きですか？好き。お、え、じゃあ今度一緒に転がしに行きましょう。何しに行くの？転がしに。あ、これ使う、使うじゃん。使っちゃった、使っちゃう、使うじゃん。あらららら、あらららら、193、193回目です。はい、3回目です。うん、ちょっと鈍ってきたな。あ、抜きますよ。え、はい。おお。バケです。バケいきます。はい、バー。うーん、まあ一応ね、残り25分です。そうだね、35分で3回ペカ、まあ悪くはないな。1はないね。はい、1なくなりました。2もないだろうな。お、ちょっとあれだね、6をちょっと結構意識したけど、6じゃない、6っぽいな。面白い。ビッグです。おー、レッツゴー、いきます。はい、わー、早かったですね、4回目ね。はい、あるな。おー、これあるね。ありますか？あります。遊ぶ技、遊ぶ技、遊ぶ技と書いて遊戯です。だからたまにさ、なんか遊戯の儀さ、戯れるっていう字で書く人いるのよ。あ、はい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 、字がかっこいいからね、あっちの方が。なんか複雑で、あっちの方がちょっと、はい。ね、なんかそれを使う人いんだけど、それはただのお遊戯会なんだよ。あ、そうなんですか？お遊戯会の遊戯です。遊ぶ、あの、戯れるわ。お、お、さすが。おぉ。160。ギリギリですね。お、はい。はい、いきます。バケです。お、バケだ。いきます。はい。まあ確信してます、大丈夫です、こいつは4です。おお、慌てなくて大丈夫です。これで次ペカった時にバケだったら、はい、いやー、もう嫌だけど6あるか。お、嫌だけど6、嫌だけど6、嫌だけど6っていうビッグ確率は303分の1。はいはい、もうこの時点でバケはその回200分の1なんで、6ありそうだけどビッグの確率が6じゃない、示していない。お前は呼んだ、騙されない、大丈夫。うん、そうだな、うん、よかったよかった。はい、160、あ、161になっちゃいました。はい、タイムアップ、カン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 。はい、総回転数686、686。はい、ビッグ2回、バケ3回、ビッグ確率343分の1、ボーナス確率ですね、合算は137分の1です。はい、で、出方は2コマ、こんな感じですね。うん、はい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 、うん、はい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 、はい、はい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 、3もあるよ。え、ありますか？ある、3もあります。はい、3もあります。はい、でも
最初のコイン持ちの良さと、あと、まあ、素直なボーナスの出方を加味すると、はい、設定、4です俺の中で。おー、じゃあ答え合わせしましょう。揺らがなかったんですね。揺らがなかった。皆さんはどうですか？どう思いますか？設定、ドン！惜しい！惜しいです、店長。5か5ですか。はい。はい。ということで、5。5。やるね。やりますね。騙されました、まんまと。はい。はい。5です。そっか、5か。皆さん、これが5の出方らしいです。最初のスタートね。はい。わからない。これからね、また長く打っていけば、一気に上がっていくかもしれないですけど、あ、そう、こういうダラダラもあるんだ。はい。ということで、設定当てましょう。見事に柴ちゃんの勝利です。おめでとうございます。はい。ということで、次も頑張ります。いらっしゃください。はい。はい。次回もお楽しみに。バイバイ。バイバーイ。はい。最後までご視聴。切れてる。最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。はい。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あ、いいですね。お願いします。はい、ビューパレーからでした。バイバーイ。どこいや、鎌ヶ谷店の目の前だろ。有名な公園でーす。聖地巡礼してください。はい。じゃあねー。